こんにちは、亀蔵です。今日の動画はこちらとなります。はい、バナナです。スーパーでちょっと安売りしていたバナナです。水生亀でバナナ嫌いな亀がいたら、教えてくださいっていうぐらい、まあ、何でも食べますね。クサガメとか石亀なんかでも食べますが、まあ、特にこの辺ですね、はい、もう反応してますね。はい、そっちは川ですよ。このね、あのおっかなびっくり系もいますよね食べたいんだけれども他の個体がいるので食べれないけど、一口食べると美味しいから食べたい。お互いにビビりながら食べてますね。錦の場合はですね、たまにこれで事故が起きてですね、あの顔を噛んでね、結構噛む力が強いんで流血沙汰になるという時があるので、まあ、ちょっと注意は必要なんですけど、こちら、はい、ちょっとちっちゃいグループも、はい、食べます。そうすると、あの他の個体も気づいてね。とにかくセマラハコガメはバナナ大好きです。バナナを食べないセマラハコガメがいたらもうセマラハコガメじゃない。それくらいバナナが好きです。私はね、立ち上げるのにね、このバナナを使うとかね、まあ、人間もね、この具合が悪い時にはバナナを食べるとかありますけども、甘いですからね、まあ、人間が食べても美味しいんで、カメからすれば相当美味しいごちそうなんでしょう。これ今ちょっと突っかかってる。出ない。こんな感じですね。もうバナナ大好きな、はい、平瀬。ちょっとまだ噛まれたことないんですけど、噛まれるとシャレにならないとピンセットで。こちらもオス。でこちらはね、三つ指ハコガメですね。三つ指ハコガメも。はい、少しバラそうか、はい、ね、これあのお肉をあげるとですね、もっとアグレッシブですごいんですが、まあ、バナナだと割とまあお肉よりはアグレッシブじゃなくなると言いますか、まあ、平和な、少し平和な感じでね、まあ、一応奪い合いみたいにはなるんですけど、これ肉だとねすごいスピーディーに、かぶりついてきます。なので多少ね、やはり餌によってテンション違うんですけど、まあ、見ての通り、全個体が食べに来るという感じです。こちらもどうかな。来ましたね。ということで、水生ガメのバナナは大好きです。だいぶ食べましたね。結構お腹いっぱいになったかな。まあ、これでね、残ったやつは、まあ、他のヒラセなりセマルの親子体の方に放り込もうかと思います。はい、そしてこちらは藤棚の下のハコガメゾーンです。
もうね、全個体起きてきています。で、はい、バナナです。抜いてあげて、はい、この状態でもう来てます。来てます。はい、もう草亀も食べるよ、バナナも。はい、はい、はい、うん、はい、一匹に違うのが来ますね。フィルマンが水にダイブしてやってきました。なんでね、バラしましょうかね。フィルマンがやってきました。あんまり主食としては良くないと思うんですが、まあ、たまにはフィルマンにも食べさせています。バナナ。こちらも食べると思うので、はい、こっちが一番いいですね。反応がいいですね。はい、ということで、もうね、ハコガメの8センチ、10センチぐらいのサイズもですね、起きてきまして、まあ、元気にね、もう餌いろいろ食べています。観察してるとですね、バナナをね、放っておくと、やっぱね、目で見るということもするんですけど、匂いもね、感じるのか、ちゃんとね、寄ってきて、見つけて食べますね。こちらはですね、今ね、タイバンも出てきましたね。色の薄い方、右側の方がタイバンです。左は中国と。仲良く食べてます。こんなに色が違いますね。甲羅の形も違います。ということで、今日は、バナナパーティーということで、そんな動画でした。もうね、余ったやつは、はい、そしてね、今年のね、ニシキハコガメなんですけど、今現在こんな感じです。今までですね、一向にオスがこのメスには行かなかったんですが、このオスが行ってくれました。ちょっと楽しみです。ちなみにですね、これあの亀翔さんのあのニシキハコガメです。ちょっと我が家に遊びに来てくれました。面白いですね。うちのオスがよくお気に入りで行くメスには全く行かずに、本当ね、この辺はもう相性ですね。だからうまくいく人とうまくいかない人もね、いらっしゃると思うんですけど、やっぱ亀の相性があるんだなというところですね。はい、メスが嫌がる素振りを見せないということで、このままそっとしておきましょう。現在のところですね、ハナナガドロガメのベビーが1匹孵化しています。こちらはバナナは与えていません。ほぼほぼバナナをハコガメに与えていくという今回の動画だったんですが、お楽しみいただけたでしょうか。やっぱね、バナナは本当いい餌の一つです。それではまた次回の動画で、バイバイ。